待ってくれ。さあ、おはようございます。サム、ダイハードマンだ。長いこと寝ていたな。よほど疲れていたんだろう。このプライベートルームではシャワーやトイレ、装備品のチェックやメンテナンス、情報の閲覧など様々なことができる。詳しい説明はそれぞれのスタッフがする。どうだ、自分で試してみてくれ。現在のブリッジズを知ってほしい。その端末画面でブリッジーズが管理している様々なデータを閲覧することができる。君の権限の範囲内ではあるが、情報収集に役立ててくれ。サム、私はハートマンだ。ビーチのことをはじめとしてデスストランディングについて研究を続けている。ドゥームスや機関車も研究の対象だ。君が排泄することによって体内のカイラル物質はある程度除去される。カイラル物質は人間のホルモン分泌や神経系に影響を与え、その結果カイラル汚染と呼ばれる症状を引き起こすことになる。恐怖症の原因にもなり、自殺衝動や破壊衝動にも及ぶ。君も知っているだろう、我々ドゥームスもカイラル汚染の症例の一つなんだ。その研究のために君の排泄物を採取する。もちろん主な目的はカイラル物質の含有量チェックをはじめとした君の体調管理だ。はじめまして、じゃないわね。配送に関するオペレーションとメカニック全般のことは私が担当している。ワークネームはママ。改めてよろしくね。それはストランドと呼ばれている。梱包用だけどそれだけじゃない。それはあなた自身の ID も兼ねているの。よく見て、より糸にはあなたの血が染み込ませてあるわ。サム、デッドマンだ。事前に調べたあんたのデータをもとに BB のチューニングはしておいた。だがあくまでも理論値だ。あとは実地で様子を見させてくれ。 BB の感度やお互いのつながりを調整しよう。
スーツはカイラル物質を洗浄してここで管理される。オレンジは死体処理班、青は配達人、赤は医療スタッフ、そして黒は戦闘員用だ。どうだ、手を貸してくれるか。カイラル物質を使ってる。身につけられるのはドゥームスだけだ。これで世界をつないでくれ。世界を再び一つにしてくれ。俺は運び屋だ。都市をつなげることに興味はない。結び目を作るのはあくまでもアメリを助けるついでだ。いいか、サム。アメリと第一次遠征隊は東から西へ北米大陸を横断し、孤立した都市に結び目を整備した。だがインフラが整っただけでカイラル通信はつながってない。今できるのは無線と有線による音声通話とわずかなデータ通信という程度だ。ローカルデータで保管しないとカイラルグラムは表示できない。君が見たアメリア・ブリッジズのメンバーは皆ローカルデータをもとに再計算したホログラムだ。君がすべき任務はそれぞれの結び目にそのキューピッドを接続し、カイラル通信を起動させることだ。キューピッドを現地の端末に接続して初めて総合超大容量ゼロ時間通信が可能となる。都市や人の今がつながるだけじゃない、我々の過去までもがつながる。各地で断片化されたデータが一つに統合される。まるで恐竜の化石が復元されるようにな。これによって46億年にも及ぶ地球上の歴史も、 DS 以降に失われた人類の英知も復元されることになる。そしてそれこそがデス・ストランディング解明の鍵となるはずだ。通信がつながれば大容量データのカイラルグラムはもちろん、カイラルプリンターも使えるようになる。将来的にはかなりのものが通信だけで送れるようになる。魂ある生物やオリジナルのもの、思い出の代物は送れないはずだ。そうだ、そのために君たちの存在が必要なんだ。つなぐ前もつないだ後も君たちのような配達人がな。休む暇はないか。だから手ぶらってわけにはいかない。詳しくは配送端末で伝える。上の階でチェックしてくれ。
荷物はそこで渡す。よくもここまで使い込んだもんだ。廃棄しておくぞ。待て、そいつをよく調べてみてくれ。奴らが俺の血に反応した。一度だけじゃない。あんたの血に効果がある？そのためにたっぷり抜いてるだろ、俺の血を。わかった、よく調べてみよう。通信をポートロットシティまでつなぐことだ。だが一度につなぐには距離が遠すぎる。まずはいくつかの中継点となる結び目をカイラル通信で一つずつつなげていく必要がある。最初の結び目はブリッジズの中継ステーションだ。早速依頼を確認してくれ。必要なものを配送しキューピッドを接続してくれ。